皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョンワイルやっていきましょう。今日はですね、ついに大型アップデート当日ということで、今ね、現在時刻がね11時半なんですけど、もともとね、運営さんが発表してた情報によると2時までアップデートの予定だったんですけど、なんとね、それが11時半に終わるっていうね、マジで神で、早速やっていこうかと思います。俺もね、これ入るの初めてなんで、ちょっと皆さんと確認しながらやっていこうかなと。まずね、画面がね、ベッカムになってる。めちゃくちゃかっこいい。さあ行きましょう。まずね、選手の能力とか見ていこうかな。最初は、いや、ログインボーナスか。まあいろいろ見ていきましょう。さあさあさあ、始まりましたよ。おお、来た来た、アップデートデータ、シーズン、おお、なんだなんだなんだ、すげえすげえ、かっけえかっけえ。あ、これで更新してんだね、ステップ1。まずこれが選手の更新だ。で、次行って、はい、これがスタジアムの更新ですね。うわ、すごっ、めっちゃ早い、バチクソ早いやん。で、これクラブロゴと、これも速攻終わった。イエーイ、すごいすごい、めっちゃかっこいいんですけど。おお、きたー。さあ、大型アップデートと、ここに書いてありますね、左上に。どれから見ていこうかな。まずこのアイテムプレゼント見ていこうか。さあさあさあ、プレゼント配布、このプレゼントやば。ルーレットキー300、基本選手パック30、ブロンズ強化素材100、シルバー強化素材30、ゴールド強化素材10、200万コイン、で、OVR96、98のレジェンドが1人、で、上級強化継承チケットが1つと。いや、すごいね。早速ちょっと受け取りますか、これ。メンテナンス極力のお礼もあるぞ。コイン100万。やば。さあ、来ました。めっちゃくれるやん。これ最後に引きましょう、このガチャに関しては。あとは、あ、これもあったね、基本選手パック。あ、ベッカムが入ったんだ、ここに。うわ、引きた。で、はい、ログインイベントもやばいっすね。動画タップデート記念ログインイベントと、今日だけでまずね、 1000FV スキルブースト230万コインと、太っ腹やな。見ていくと、強化素材もらえて、で、7日目はね、ベッカム確定と。 FV だけでいくら、3000配ってますね、やばすぎんだろ。TP もらえるし、で、最後の、ね、日にはね、レジェンド確定パックもらえるんで、ぜひね、これ毎日皆さんログインして受け取ってください。めっちゃかっこいいやん。なんかすごいよ、金色になってるよ、通常選手が。あ、よかった、 OBR 変わってないわ。あと、ケミストリーか、よかったよかった。すげえ、めっちゃかっけえんだけど。じゃあ基本的にこの感じになったのかな。おお、すごい、金枠になってますね、全部100以上の選手が。こうやって見てくると、おお、すごい。他は変わってないかな、ネイマールとか言って、ブラック、オブラックが上がってるな、これ多分。手足提言も上がってる、結構上がってる選手いそうだな。アザール下がってるじゃん、あれアザール90だったよね、確か。下がってますね。すげえ、変わってますね。他に、まあ市場もちょっとチラッと見ようか。まあ市場の価値はね、アップデート前と変わってないので、多分これからすごい変わると思うんですけど、で、今のうちに欲しい選手は取っといた方がいいです、安い選手とか。ベッカムいる。やべえ、かっけえ。能力だけ見ますよ、ベッカムの。おお、パスうま。欲しいですね、ベッカム選手。うん、他はそうだね、変わってないですね。そしたらちょっと、90以上の選手見てみますか。あ、ファンダイク、サラー、アディソン、マネ。ここら辺はね、俺も生放送で使ってて思ったんですよね。この選手たちね、もともと90ないんで、上がってますね。やっぱこのアップデートがあると選手上がりますね。そわそわする。91はネイマール。もともと91か。デブライネ。あれ91だったっけ。すげえ。90の選手がちらほら増えたって感じですね。あ、レバンドス91。これ上がってるよね、レバ。めちゃくちゃ。やば。これレバ持ってるやつめちゃくちゃいいんじゃないですか。今7500。これ買っとこう。これ、録画中だけど買っとこう。多分価値上がるな、めちゃくちゃ。そしたら、操作感のね、確認していこうと思うんですけど、必ずね、試合する前に、設定でね、こちらね、グラフィックの設定していただいて、必ずこの60フレームやるようにお願いします。で、設定を保存する。これで準備完了ですね。さあ、行きましょう。まあ、一応ね、生放送で、まあ、一回やったんですけども、そう、自分のね、携帯でやるの初めてなんで、楽しみ。さあ、やっていきましょう。やばいね。
全然違う。マジ全然違うよ、これ。どうなんだ、動画見てわかるのかな。やってる感じマジ全然違う。本当にね、引っかかりがない。スムーズ、めっちゃスムーズ。やばい。ぬるぬるという表現が本当にいいのかわかんないけど、何回も動画で言ってるけど、やばいね。全然違うぞ。まあね、あと守備の場面がね、守備が改善されればもっとね、良くなる。もうすでにやばいけど、めっちゃやりやすい。すごいな。こんな変わるもんなんか。やばい。これぜひ皆さんね、やってほしい。多分動画じゃ伝わんないんじゃないかな、これ。伝わんのかな。いやー素晴らしいね。めちゃくちゃ、はい、やりやすくなってます。特にやっぱ攻めの部分の操作感っていうのはめちゃくちゃ良くなってますね。本当に、うん。全然違う。何回も言うけど、ぜひね、これ皆さん体感していただいて、試合していただいてね、やっていただければなと。語彙力がゼロだ。ってくらいね、まあアップデート興奮してます、非常に。そしたら最後にね、ガチャの方を引いて、この動画終わりたいと思います。はい、そしたらね、今日配布されたガチャを最後に引いて、今日の動画は終わりにしたいと思います。これでブックも出んのかな？あ、基本パック出ねえな。111は。時短狙いで。さあ、行きますよ。来た！え、来た！来たよ、レジェンド。これあれか、96、98なんですか？誰だ？ ST のドイツ。クローズ来ました。いいね。あ、終わった。早っ。ゴールド選手23。まあ、クローズだけだったんですけど、まあいいでしょう。皆さんもね、こちらログインのアイテムをしっかりもらって、チーム強化してみてください。ということでね、見ていったんですけども、まだ自分もね、わかんないことばかりなので、はい、今後ね、また動画でね、情報をお伝えできればなと思っております。もしね、皆さんこういう動画作ってほしいとかありましたら、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。